10月の23日土曜日に、なったとこです。12時7分です。はい、今日の動画です。はい、こちらもう映ってます通り、TRD のね、コンソールボックスの、肘当て、まあ肘当てですかね、肘当てのクッション材になります。で、裏面はまあこういう風にバンドがついてまして、滑り止めの粒々がついております。で、表面はねカーボン調になっております。まあ偽物ですけどね、超ですけど、カーボン調なんでね。はい、見ていただけるとわかると思うんですけども、刺繍が非常に粗いっていうか雑、もういいなんて潰れてますよね。で、ここ糸ね、継ぎ目で、ここ隙間空いてますよね。雑雑やね。まあこちら買った、ポイントとしまして、まあ TRD が好きだからというのもあります。で、一応レビューとか見てますと、まあ自分の車には合わなかったとかね、結構多いです。長さが足りないとかね、大方やっぱほぼ長さが足りないで、統一してるかな。で、マーク X の場合はね、今ちょっと開封したばっかなんで、確認はしないんですけども、多分どうやろう、この横幅が同じぐらいなのかな。もしかするとこいつのが大きいんじゃないかなと思った、広いんじゃないかなと思います、横幅が。長さはというと、長さはちょっと短いかもしれないですね。やっぱ長さ、どの人のレビュー見てもやっぱ長さが足りない取り付けられない、そういうレビューが見受けられました。なので、まあマーク X も多分長さが足りないで、皆さんの、レビューと一致するんじゃないかなと思います。もし、まあコンソールボックス取り付け困難でしたら、後部座席のね真ん中のなんだっけ、シートからボワンと出る、あれも肘当てなんですけども、あそこにまあドリンクホルダーとかついてるんで、あそこにつけても、あれは幅狭いかで、こいつがでかいな、そうすると結局取り付けられないね。まあいいです、まあ取り付けられなくてもまあいいです。だって中華製だもん、クオリティを求めちゃダメだもん、中華製に。まあお値段650円です。699円から、値引き、なんかお安くなってて650円になっておりました。まあ41円安くなったって感じですかね。ここもね、糸デベロップメントの D 糸がね、ちょっとこのレーシングの I のここがね、ほら糸が2本つながってるんですよ。はい、非常に、クオリティの悪い、中華製の TRD のコンソールボックスの肘当てのクッション。まあ説明見てると、こうクッションで疲れにくいとか、そういう風に書かれてましたね。確かにまあ肘、まあ乗せる程度なら全然いいですけども、クッションとしてはまあ成り立つかな、まあ、ちょっとした枕にもならないか、まあ紙、まあ枕になるかな、なるかな、もしコンソールボックスのダメなら。まあいろいろね、 TRD のこういうパチリモンでいろいろ出てます。シートベルトなのね、
かけるカバーとかね、シートベルトにつけるカバーか、ちょうどこう首からこう胸のあたりにね、こうかかるようになるんですね。 TRD ってね、そういう商品もあります。あと座席と、コンソールボックスの間ですね、隙間に、TRD のクッションを入れ、はい、入れてね、何物が落ちないようにするっていう商品も出ております。まあ、いろいろあるんで、TRD が好きな方、いろんな商品出てますね。試してみてはいかがでしょうか。では、今日は6分以内に終わらせます。もうあと10秒。では、基礎302でした。ご視聴ありがとうございました。ちょっとね、また、ちょっと、どんな感じかっていうのは、レビューしてみたいと思いますので、よろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。